アレベッツは2006年12月2日にコナミデジタルエンタテインメントから発売された Wii 用ゲームソフト Wii のローンチタイトルの一つである。なお、欧州と豪州ではエリデスというタイトルに変更されている。絵本仕立てでストーリーが進行する。続編として2008年12月11日に任天堂 DS 用ソフトエレビッツカイトゼロの不思議な旅が発売された。ジャンルは見つけて捕まえアクションと表記されているが、実質的なジャンルはファーストパーソンシューティングゲームである。ステージ内に隠れているエレビッツと呼ばれる生き物を捕まえると電力が溜まるので制限時間内に規定の電力まで貯めればクリア。Wii リモコンでステージ内にある各オブジェクトに向けて A または B ボタンを押すことにより光線を発射し、押している間はそのオブジェクトを掴む。掴んでいる間は Wii リモコンを振ったりひねったりするなど動かすことによって掴んでいるオブジェクトを動かすことができる。エレビッツに Wii リモコンを向けてボタンを押すとエレビッツを捕まえることができる。その他としてステージ内にオブジェクトを自由に配置し、フレンドコードで登録された人に配信することができるエディットモード、多人数で遊べるマルチプレイモードがある。イラストはつくしあきひと。ステージ中に配置されており、プレイヤーがエレビッツを捕まえるための補助をするもの。何かにぶつけることで使用可能になる。エレビッツには14の種類が存在する。強力な外部エネルギーによってエレビッツが暴走した姿。暴走時にはエレビッツとは思えないほどの高い能力を持ち、元に戻ると暴走時の記憶はなくなる。エレビッツは種類や捕まえた時の状態によって獲得、W 数が異なる。ちなみに捕まえた時の泡の色でも W 数はおおよそわかる。下の表はエレビッツの状態と種類によって獲得できる W 数の表である。テーマソング、The Smile of You や大部分の BGM はサウンドディレクター佐藤直之の作品。またコナミお客様センターの保留音にも同曲が使用された。佐藤以外にも導入部の BGM を山根みちるが担当している。2007年に稼働した音楽ゲーム、ビートマニア X14 ゴールドには、佐藤の別名義、猫様スターの作品として、The Smile of You のオリジナル版が収録されている。後に、EX と同じ B マニシリーズの、ポップンミュージック17 The Movie にも、上記の The Smile of You と Nintendo DS 版、エレビッツカイトゼロの不思議な旅のテーマソング、Infinity of Our Love が共に収録され、楽曲の担当及びプレイヤーキャラクターとしてカイ&ゼロが登場した。また、同作の隠しお邪魔として、ポップくんの代わりにエレビッツが降ってくる、お邪魔、エレビッツも登場した。2009年に稼働開始した同社のメダルゲームである、グランドクロス、プレミアムとその続編のグランドクロスクロニクルでは、ジャックポット獲得時のゲストムービーの一つとして、The Smile of You とエレビッツのムービーが収録されており、ジャックポット獲得時に流れることがある。ありがとうございます。